皆さんこんにちは、モレノです。本日はルールブレイカーデンベレについてレビューしていきます。現在の価格が57万5000コインですね。本当に安いなと僕は思いました。まあ出た当初は100万超えていまして、で去年のフリーズデンベレとかも120万130万してたので、やっぱりその今年の排出量の多さというのがこの価格の引き下げにつながってるのかなと思います。でデンベレなんといっても特徴としては逆足後スキル555を持った数少ない選手の一人です。これはねやっぱねこのゲームにおいてね、これだけで強いって言えるぐらい価値があるものです。やっぱり、まあ、スキルっていうのもそうですけど、逆足後は今年結構強いので、やっぱりその、まあ、ボックス内に入った時に右と左、両方の選択肢があって、両方でシュートを打てるっていうのは大きなね、特徴になります。で、デンベレに関しては能力かなり上がっています。もちろんね、スピードは5落ちたのですが、やっぱこの、ノーマルデンベレが何が足りなかったかっていうと、やっぱシュート能力なんですよ。まあ、フォーでも同じような上がり方はしてるんですけど、ここのペースを下げても、この選手ハンターをつければ98、99いくので、まあ、ペースが下がったことは全然いいと思って、その上このシュート能力がこれだけ上がってるっていうのは、ただでさえ逆足5を持ってるデンベレにとっては本当に大きいポイントかなと思っております。で、デンベレ55でハイミディアムワークレートでユニークのボディタイプです。デンベレちょっとね、ドリブル癖はありますね。マーク固有なので、うなずけますね。で、トレードとしてはフレア、インジャリー、プロン、怪我しがちですが、まあ現実でもね、先週も久々に出たなと思ったら20分ぐらいで怪我していきましたね。ほんといつまでこんな怪我しやすい体質でいるのかっていう感じです。で、能力を詳しく見ていきますと、スピードはもちろんハンターをつけることによって98まで上がります。で、一つ大きいのはやっぱ決定力がかなり上がってます。プラス9上がってて、まあシュートスタッツがね、プラス7上がってるのは非常に大きいんじゃないかな。プラス9ですね。ノーマルカードが上がっているのは非常に大きいかなと思うんですけど、パスドリブル分地味に3と4上がってるっていうのが1個ちょっとね特筆すべき点かなと思います。通常の本当にプラス3のアップグレードが来たように、このドリブルの違い、ドリブルね、ノーマルデンベレ悪くはないんですけど、まあちょっとフィジカルが弱すぎて、もうちょっと安定感があればなと思うシーンがあるので、そこが上がったのも大きいかなと思います。あとは冷静さは84まで上がっています。で、まあただね、フィジカルという点に関しては60しかないので、ほぼ違いはないと思います。まあそこがね、どう、まあ、この値段を出す上で、やっぱりその強い選手って理不尽さを持っているので、まあその理不尽さって結構フィジカルから来るところが僕は大きいと思っているので、まあじゃあどう変わっていくのか見ていきます。で、使っていくポジションはストライカーです。サイド起用でももちろん強いとは思うんですけど、やっぱり55っていうのは中央で使ってこそ生きると思うので、ストライカーとして起用していければなというふうに考えております。では始めていきます。まずドリブルから見ていきます。ここがイサクで中央がデンベレですね。ここ簡単なシーンですが、ファーストタッチがねすごく良くなったなと思いました。トラップの仕方が上手くなったと思いますし、あそこのスキル5がドリブルにもたらす影響っていうのも一個やっぱデンベレの良さかなと思いましたね。で、ここのシーンイサクからカットで、デンベレ右にいますが、ここのファーストタイムのシュートですね。ここもね、素晴らしい決定力です。で、このデンベレ何が良かったかというと、やっぱ決定力が鬼でしたね。本当にここら辺で入ってきて、もう的を絞らせないじゃないですか。嫌ですね、相手からしたら。まあ、このシーン決めることはできなかったんですけど、やっぱそのドリブルに対する安定感っていうのもノーマルと比べ増しましたし、あと、ここはね、パス能力もノーマルと比べたらだいぶ上がったなと思いました。ここをそのまま入れたかったですけどね。ここも決定力ですね。シュートは本当に外さなかったですね、この選手。素晴らしかったです。もう本当にここを入れてもらわなきゃ困るよっていうシーンは、結構100発100中で入れてましたね。ここオフサイドにはなりましたが、素晴らしいヘディングですね。で、ここもエヌテカから中央カンテがいて、で、デンベレが真ん中にいますね。まあ、ここはまあ他の連携は素晴らしかったですけど、ここで落ち着いてやっぱりドリブルからもう自分自身でシュートコースも作れますし、その決定力を持ってるんで本当に強いなと思いましたね。で、動き方としてはね、デンベレあんまり積極的な方ではないなと思うし、ここの左足のシュート鬼のようなシュート打ってますね。そこまで積極的にはないので、ちょっと気になる方は裏抜けの指示をつけてみてもいいのかなとは思いました。ここもいいスキルムーブから、まあ冷静に決めてますよね。やっぱあそこでスキルというオプションが取れるのは、まあ僕はやっぱそのスキル5の選手の良さかなと思いました。こ
ここもカンテの素晴らしいインターセプトですね。やっぱカンテこのカード強いです。強い。で、ここは入るか入ったって感じですね。やっぱ決定力なんですよ。ここもまあループ、なかなか簡単なシュートではないんですけど、やっぱ決定力、シュート力っていうものがあるから入ってるなと思いましたね。ここも真ん中でデンベレいて、ここもワンタッチ受けて、やっぱここのね、1個かわす、まあ、今回ね、デンベレ非常にゴールシーン見てて思うのが、そのワンタッチ余計に取ってるんですよ。まあ、シュートフェイントなのか、そのタッチなのか、そこを取ることによって、1個シュートコースが空いて、決定力、決定的なシーンを作れているので、やっぱりその、まあ、ゴール前落ち着く大事さ、重要性っていうのは、改めて、まあ、感じましたね、このデンベレを使ってて。ここもビニの素晴らしいディフェンスですけど、ディフェンスじゃなくて攻撃ですけど、最後デンベレ冷静に決めてますね。では最後デンベレまとめていきます。現在の価格が57万5000コインです。個人的には破格だなと思いました。かなり安いですね。本当にまあスピードもそうですし、このデンベレ本当に唯一足りなかったポイントだと思うんですよ。デンベレにとってシュート能力っていうのはこのノーマルカードでも思うんですけど、もう少しシュート能力あったらいいなと思うところをはるか超えてきてるのがこのカードなんだと思いました。もう決定力が鬼のようにあるので、なおかつ逆足5スキル5っていうのは今作本当に強いです。で、それこそ僕が想像してたよりもドリブルだったりパスもドリブルがかなり良くなってたなと思いました。なのでまあこの値段ってやっぱその排出量によるものであって、もう本当に安いですね。現状御三家の次ぐらいに入ってくる選手なのかなと思います。唯一足りないとしたらやっぱフィジカルかな。フィジカル的に理不尽だなと思うシーンがなかったですね。で、僕の中で多分これより強いストライカーっていうのは、僕が置きたいと思うストライカーはロナウド、あとはバペ、現役選手ですよ、現役選手で。で、あとはソン・フンミンですね。ソン・フンミンの空路は強い。まあ、スキル5を取らなければ、ソン・フンミンの方が強いですね。ソン・フンミンは今年ちょっとね、異常なほどの決定力があって、フィジカル能力もあの選手はあるので、素晴らしいカードですね。ただ、その次ぐらいに僕としてはストライカーとして上がってきてもいい選手なのかなと思いました。それだけね、やっぱり、ある程度身長もありますし、的にもなるので、このデンベレ良かったですね。かなり強かったです。まあ、ただフィジカルは若干気になるので、合う合わないは絶対あるなと思いました。で、ケミストリー今回ハンターつけていきましたが、ハンターでいいと思います。他につけるケミストリーってないんじゃないかな。エンジン。エンジン、サイド起用するならエンジンつけてもいいかもしれないです。ただまあ、デンベレサイド起用ってなると、本当にもう先ほどの3人ぐらいしかストライカーに置く選手いないと思います。なので、基本的にね、ハンターで、シュートペース上げるのが理にかなってるかなと思います。で、現状、右ウィング、まあ、比較対象としては、おそらくサラだったり、メッシとか入ってくるかと思いますが、僕はストライカーで置くならデンベレ一択かなと思います。それぐらい抜けてるかなと思います。やっぱこのね、5-5っていうのがかなり大きいです。メッシとサラは右足がね、まあ、メッシは右足、逆足4あるんですけど、まあ、フィジカル的にメッシは足りないのと、やっぱストライカーでは決定力を求める選手じゃないのかなと思います。メッシ、もちろんシュートは打てますけどね。ただ、そうなった時に、やっぱストライカーとして一番起動するのはデンベレですね。ただし、サラーの方が多分より理不尽だなとは思いますが、ゴーゴーはないんですけど、このサラーのスピード感、異常ですね。異常に速いですね。なので、まあ、サイドに置くなら僕はサラーを使いますが、ストライカーならデンベレをおすすめしたいです。という感じで、終えていきます。ぜひね、本当に強いカードの1枚で、この選手が57万で試せるのであれば、まあ、試す、チャンスがあれば、ぜひ試してみてください。本当に強いです。という感じで終えていきます。今日も見ていただきありがとうございます。質問、コメントなどありましたら、いつでもお待ちしております。ではまた。